はい、どうも皆さん、マルチゲーミングクラブホームのクラと申します。ということでコールオブデューティの動画を撮っていこうと思います。はい、ということで、皆さんご存知でしょうか。武器が配られたこと、まあ新武器ではなくて既存のね武器に新しいカスタムプラスこうスキンが出たよっていうことでなっております。はい、ということで1個目はこちらですね。ガンスミスでは間違えました。はい、サブマシンガンの、マック10というか、ミラノでいいのかな、ミラノ8212。こちらは高い方を買うとついてくれるんですけど、今回新しくついてきた武器がこちら。はい、これだね。ちょっとかっこいいしましまのね模様に青いこう色がアクセントとなっております。そしてもう一つ、アサルトライフルの、一番最後に出てくるこちらの武器のこれでね、はい、グランドパトロールでいいのかな、多分読み方としては。ちょっとこう可愛らしいおしゃれなね、なんであれこんなマークあったっけまあまあこんなおしゃれなね、マガジンだったり、これはあれかな、なんだっけ、フル切り替え出てこなくなっちゃったと、まあトリガーの部分が赤い色になっております。可愛らしいアクセントになって、可愛くないね、かっこいいねアクセントになっております。はい、ということで今回はこちらのね新しく追加されたサブマシンガンとアサルトライフル、それぞれ動画を撮っていこうと思います。先にねアサルトライフルのこちらを撮っていくので、ぜひぜひ見ててください。それでは本編の方どうぞ。最後、我々がリードしている。気をつけないと奥から回ってくるから皆さん。ラペリング。OK。ああ。たくさんいたわ。ってことは下来るんじゃない？うわー最高。ターゲットダウン。みなしそっち行っちゃうの？はい、狩る。リロード。敵の偵察機。うわ、見せたー。今忘れたけど、うわー、忘れてないから死んでないね。あー、リスキル。あー、クッション。C4 を起動。敵のセンサーマインを除去した。ああ、よくしてたね。敵の偵察機複数機いる。やばい、みんな対空しなくなってきたよ。危ねえ。ナイスカバー、味方のカバーありがとう。敵のカウンター偵察機が接近。おるんかいおったんかい。ショットガーン。ナスカバー。
点差の距離で隅地の加点、ナイスカバー。OK。うわあ、両サイド。ナイス。もう一人いる味方、もう一人いる、もう一人、もう一人、もう一人。やられる、やられるから俺がそれを。C4 を投げる。いや、その距離は無理だわ、川田さん。よしよしよし、よかった今の俺は。あぶねえ。あー待って、いやー、くっそ、今勝てたな。今エイムしなければ勝てたわ、くっそ。ってことはクリじゃないですか。あ、どこ、あー、サレンの、さあおいで、さあおいで、来ないの、こっちから行っちゃうよ。やろもうちょい早く行きなさい、もうちょい早くね。オッケー、あ、よかった、味方と一緒にカバー入れれたわ。その二人は、二人無理っす。おい、あ、あ、めっちゃ詰めてくるやねけーナイスカバー、ナイスカバー、ナイスカバー、上空に敵のケアパッケージ。私の死体が私の死体。エネミーダウン。ナイス。間違えた間違えた間違えた、あ、ありがとう。報告。あ、全然折れないかい。もう適当だわ。じゃあくそ、おお、敵じゃないけど、なんで 敵と並行して行かなきゃいけないんだ。なんで絶対来ると思った、取った。え、待って、マリア、マリア、俺が切る、最後の切る。あ、いや、あ、あ、焦った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 。ナスキラ俺がまだ、ナスキラ俺がまだ、来い。あー、いやー、焦ったな今の、くそ、悔しい、焦った。うわー、今のは焦ったな、最後のあの重厚ミサイル、うわー、もったね。
ございました。今回の動画良かったよっていう人はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ツイッターの方もやっておりますので、そちらの方もよろしければフォローよろしくお願いいたします。下の概要欄に貼ってあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。